こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。今回はこちら、サイクルコンピューターの話をします。具体的には私ちょっとこのサイクルコンピューターを来年にかけて買い替えようと思ってるんですね。その背景についてお知らせしたいと思います。それでは始めます。はい、こちらが私が今使っているサイクルコンピューターデザインスーパー GPS というものです。現在の実売価格は1万3000円か4000円ぐらいで、非常にコストパフォーマンスはいいサイコンで、私も実は気に入ってはいるものです。ただ今回買い替えようと思った理由が当然あるわけでして、その背景について順を追って説明したいと思います。ポイントはこのデザインをナビとして使った場合っていう話なんですね。ナビ以外の機能っていうのは非常に充実してて使いやすくていいものだというふうに思ってるんですけども、ことナビに至ってはちょっと貧弱だなと思っています。ナビの貧弱さとかナビの問題点については外に出て実際に実写した映像がありますので、それは後でご紹介しますが、スマホをナビにするっていうところを交えてお話をしていきたいと思います。はい、先ほどこのナビ機能について若干の不満が出てきたっていう話をしましたけれども、であればスマホを使えばいいじゃないかと、こういうスマホの Google マップを使ってこの辺にスマホをマウントすればいいじゃないかっていう話が出てきます。実際私スマホをこの辺にマウントして Google マップを使ってナビ機能を使ってた時期も多かったんですね。そのマウントの仕方について私が行き着いた最終形があるので、その最終形についてまずはお伝えします。そのやり方というのがこういうものを使うソリューションなんですね。これはトピークのライドマウントというホルダーの互換製品なんですけれども、ここに両面テープがついたアタッチメントがあって、それがこのマウンターのところにこうカチッとはまるようになってるんです。このマウンターはこのボルトがあって、ここにつけることができるのですが、具体的な取り付け方っていうのはすごく簡単で、このトップキャップを外します。取り外したこのトップキャップというのはこの時点ではステムの固定に大きな役割は果たしてなくて、サイドのボルトでしっかり締まっていればこのトップキャップを外してもステムはがっちりと固定されてるんですね。でその特性を利用して、こちらのマウントをこのボルトでこのトップキャップを固定するボルトにねじ込んでいくわけなんです。で中のこのプレッシャープラグっていうんですけども、そのボルトを受ける側の方がしっかりと固定されていれば、ここをグッと締め付けることでこのマウンターは極めて強固に固定されます。あとはアタッチメント取り付けたマウンターがありますので、こういう形でカチッと取り付ければ、あとは簡単にスマホをマウントすることができるんですね。でこのケースはスマホに合ったものを別途購入する必要があります。その留意点なんですけれども、ケースはですね、こういったぐにゃぐにゃの軟質プラスチックはダメです。裏側がしっかりとした硬質プラスチックである必要があって、平面である必要がありますね。それを用意してこのアタッチメントを接着する。接着位置については外的な揺れがあっても問題がないように重心中央に接着する。なおかつ接着前はアルコール等で油分とかを徹底的に除去するっていう留意点があります。でこうやってスマホを装着し、サイクルコンピューターも同時に使うっていう方法を割と長い間利用してたんですけれども、やはりこれはちょっと大げさだなというふうに思ったのと、スマホの Google ナビっていうのはちょっと問題点があったんですよ。こちらはスマホの Google マップなんですけれども、この Google マップを自転車のナビ代わりに使うっていう方は多いです。私も何度もこの Google マップを自転車のナビとして活用したことがありました。なかなかそれが大げさだなということと、ちょっと手間だなっていうことがありまして、最近はこれを使わなくなりました。なおかつ Google マップっていうのは自転車のナビ用に特別に作ったものではないので、やはり使い勝手の面で若干問題があるなというふうに思っています。最たるものっていうのは進行方向がうまく出てこないっていうことなんですね。アプリでコンパスっていうのがあるんですけども、このコンパスがうまく合ってないと地図が自転車の進行方向に向いてくれないっていうそういう弊害もあったりします。頻繁にこういったコンパスの補正とかをしなきゃいけないっていうことがあります。それよりもいろいろ考えたのは、スマホ自体を常に電源入れてここにマウントしておくっていうのはバッテリーマネジメント上良くないなっていうこと、それとここに毎回マウントするっていうのは大変面倒だなっていうことがありますね。そこで今私はこのスマホをここにマウントするのをやめてしまったという状況です。はい、そんな経緯もあって、こういうスマホマウントを使うっていうのはちょっと最近避けているという状況です。このスマホマウント全否定しているわけではなくて、私の場合はちょっと気になる点があったなっていうことで、スマホをここにマウントするっていう方法を最近取らなくなったっていう個人的な事情があったということをお察しください。これを使わないっていうことであると、こちらのサイクルコンピューターにナビ機能っていうのが集中してきます。そうなってきた場合に、この現在のデザインのスーパー GPS っていうのはナビ機能がちょっと貧弱だなっていうことが、浮き彫りになってきたと。で、その実際のどの辺が気になったかっていうのに関しては、実際にナビをしながらご覧いただくのがいいと思いますので、外に出て撮っている画像がありますので、それをご覧に入れたいと思います。今どこに来ているかというと、家ではなくて外の三軒茶屋というところに来ています。非常に賑わっているところですね。ただ渋谷とか新宿とかと比べると超有名都市ってわけではなくて、どちらかというと都民の中で知ってはいるっていうローカルメジャー都市みたいな、そんなイメージでしょうか。ご覧に入れてるのはキャロットタワーというそれなりの高層ビルですね。世田谷の公共施設が集まっていて、上には無料の展望台もあります。すごく眺めがいいところなので、近隣にお越しの際は訪ねてみていただくのはいかがでしょうか。で、ここでなぜ外に来ているかというと、こちらのですね、デザインのサイクルコンピューターはナビゲーションがついてるんですね。こんな形で非常にシンプルなナビゲーションがついています。具体的にはマップは出ないで、これから通るべきルートが線として出るっていう、その程度のナビゲーションなんですけれども、これはこれで非常に重宝して使ってたんですけれども、ただいざ本格的に使うとなるとなかなかちょっと気になる点もあって、今回ナビゲーションの気になる点についてお伝えしたくて外からお伝えしています。その実例をお話しするために、三軒茶屋から東京都心部の大手町までのルートを引いて、それを走りながら各所に出てくるルート案内上の気になった点をお伝えしていきたいと思います。デザインでナビゲーションをするための簡単な説明をします。単体ではナビゲーションができないので、一旦デザインの GPS アリーっていうアプリを起動させて、それでサイクルコンピューターに接続しなきゃいけないんですね。現在もこれ GPS アリーのアプリを立ち上げてサイコンに接続された状態です。それでナビゲーションを行います。オフラインマップというのはいらないのでキャンセルで、今三軒茶屋が出てますので、そこから目的地大手町、大手町駅でいいですね。それで行きます。今経路を探索中です。はい、ルートが出ましたので、ここでこの GO のボタンを押しますと、この段階でこちらのサイクルコンピューターにルートを送っている状況です。はい、送り終わった瞬間にナビゲーションモードが発動して、どこで曲がりますみたいな、そんな表示が出てきます。ナビが始まるとこういったルート表示になるんですけど、ご覧になってる通りですね、非常にさっぱりとした表示で、なんというか線しか出てないと、あと残り何メートルでどこ曲がるとかって、それも出てないんですね。それがちょっと非常に不満点です。このぐらいの距離が100メートルぐらいでしょうかね。そういう一本の道が示されるだけです。ただ近隣を知っている場所であれば特に問題はなくて、これでもなんとかなるんですけど、一番気になるのはやはりあと何メートルでどう曲がるのっていうのが、この画面には同時表記されてないんですね。こちらのボタンを押すとこういう形でやっと出てくるんですね。3キロ直進で青山通り246ってやつですけども、そこで合流して左に曲がりますっていうことなんですね。それ以外はこういう非常にさっぱりとしたものしか出ないちょっとナビとしてはなんとなく不親切だなと思いましたね。で、渋谷の交差点で一回止まってご説明したいと思います。今渋谷の交差点に止まっている状況なんですけども、スマホとの接続が切れましたっていうメッセージですね。一旦ルートを転送した後はそのルートに乗る限りはスマホの接続って必要ないんですけれども、再ルート検索をするような状況に陥った時はスマホと通信をし始めるんですね。でそのスマホとの接続ができないよっていう、そういうメッセージです。渋谷から大手町へ行くルートっていうのは国道246っていう青山通りを使っていくルートが設定されていたんですけども、あえて私渋谷の交差点で直進して六本木通りっていうのに進行しました。そうするとこういう形でルート外れ、再ルート設定失敗っていうのはスマホが接続されてないからっていうことですね。この状態ですとこのルートしか再婚は知らないものですから、ルートに戻るしかありません。この地図を頼りにこの直線に戻るっていう、そういうことをしなきゃいけないんですね。ルートを外れている距離っていうのが出てまして 158m 外れてますよということですね。ですからこの地図を頼りに現在地がここで本来のルートがここだっていうことで、なんとかして自分の勘どころでこの数字を縮めるべくルートに戻んなきゃいけないことになります。だいぶルートに戻ってきつつあります。実際に前方、こちらすぐそこですね、 50m 先が246青山通りになってます。ですから地図上はこんな形でほぼルートに戻りつつあるっていう表示がなされてるんですね。でここで問題なのがルート外れがさらにメートルとして成長して、先ほど 200m ちょっとだったから 269m になってるんですね。つまりどういうことかというと、このサイクルコンピューターはルートが外れた瞬間のところから起算してルートの外れのメートル数っていうのを出してるんですよ。どういうことかっていうと、ちゃんとこのサイクルコンピューターが満足するようにルートに戻るためにはルートの外れたところまで一旦戻らなきゃいけないってことになるんですね。これは人間としてはあまり心地よくなくて、実際ここにルート上の線があるわけなんで、ルートの線に戻ればいいんじゃないかっていうふうに思うわけですね。ところがこの再婚はルートが間違え始めた最初の起点に戻れという、そういう主張をしているわけです。これはあまりよろしくないですね。青山通りに乗りました。再婚上も現在地がルートに乗っていることを示しています。乗った瞬間にサイクルコンピューターはルート外れを消すんですけども、ありがとうもごめんなさいも言わず、何も言わずに消すんですよね。非常に現金だなと思います。ですから想定のルートに復帰するためにはルート外れ何メートルっていうメートル表示の距離は、その距離表示をしっかり守るというよりも、その距離表示がどんな意味を持っているのかっていうのを頭に入れた上で行動する必要がありそうです。はい、ここは南青山3丁目のところなんですけども、これを見ていただくとルートに乗ってるはずなんですけどルート外れっていう表示が出てます。これは位置情報が正確に把握できてないってことだと思うんですね。こちらの表示が GPS の品質強度を表すものなんですけど、4が満点で今3と4行ったり来たりしてますね。こちらですけど GPS の品質はいいというはずなんでしょうけれども、こんな感じでルート外れになっていると、なんかちょっとこの辺が気になる点ですね。で今即位をし直したのか知りませんけどルートに戻ったっていう感じで、そっけなく戻りましたね。でここの辺は確かにビルがいっぱいあって GPS を遮るものが多いとは思います。そこで思ったんですけども、このレザインの GPS っていうのは日本が独自に打ち上げているみちびきっていう準天頂衛星っていうのに対応してないんですね。でみちびきっていうのはまた詳しくお話ししたいとは思うんですけれども、日本が独自に打ち上げた頭上付近に1機は必ずあるっていう GPS の一種なんですよね。ですからこういったビルが林立している時にはみちびきに対応してるっていうのは大事なことだと思ってます。はい、大手町到着しました。勝手知ったる道なので迷うことはなかったんですけれども、こちらのサイコンのナビゲーションにも従って走ってみました。で、時々やはりルート外れっていうのが起こってしまってですね、それでも自分の分かってる道なので、外れてないっていう確信が持てるので、そのまま走りましたけれども、もしこれが自分の未知の地帯でルート外れって起こった場合は、仮にそこがルートに乗ってたとしても、このナビを頼りにちゃんとルートに戻るような行動をしてしまいますよね。このデザインのサイコンに関しては相当気に入ってはいるんですけれども、ナビ関係のところでちょっと不足な点があります。気になる点をかいつまんで申し上げますと、サイコンのナビにマップが表示されないので、表示がさっぱりしすぎているという点、ルートと一緒に次にどこで曲がるかっていう表示が出てこない点、さらにルート外れっていうのが割と頻繁に起こる点、もう一つルート外れの距離っていうのが出るのはいいことなんですけれども、その距離っていうのが誤解を招きかねない表現で、最短でルート上に戻るための距離ではなくて、ルートを外れ始めてからの起点まで戻るための距離っていうことなんですね。若干不親切だと思います。いかがだったでしょうか。そういう背景があって、こちらのデザインスーパー GPS は私のメインのサイコンの座からは降りることになります。速度感としては年内になるべく検討して、年明けにはその検討結果を皆さんにご報告して、早い段階で新機種を購入したいと思ってます。実際に新機種を購入したら、これはこれで並行運用して性能比較などを行っていきたいと思っております。来年もそういったサイコンを検討する方に参考になるような情報を発信していきたいと思いますので、是非ともチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。